はい、皆さんこんにちは。今回の動画はね、僕がよく愛用しているDAW ソフト、DTM には欠かせない DAW ソフトの一つで、FL スタジオ、今この画面に映っているものがそうなんですけども、この FL スタジオ、僕がねよく使っていて、まあ、作曲にはもちろん効果音、シンセサイザーを使ってね効果音を作ったり、まあ、することも余裕でできるんですよね。あとまあボイスをレコーディングして加工してノイズを除去して出力して納品するとかね、まあ、そういった音にまつわることはこのソフトが一本あればもう全部ことが済むと。まあ作曲するにしてもね、オーケストラルのねサンプル音源があればこのソフトウェアでオーケストラの曲も作れます、ポップも作れます、 EDM も作れます、トランスミュージックも作れます、ダブステップも作れます、もう何でもできるわけですよこのソフトがあれば。でこのソフトウェアはね、この FL スタジオフルーティーループスっていうね、これが今までねずっと英語だけでね日本語に対応してなかったわけなんですよ。で、この間ね、中国語、英語の次に何の翻訳が来たかって、何のその言語対応が来たかっていうと、中国語だったんだよね。おいおいおいって思ったけどね。で、中国語がね、対応、オフィシャルで正式に対応しまして、FL スタジオ。で、とある有志がですね、もうこれ素晴らしい有志がおりまして、その中国語のね、翻訳ファイルをね、ランゲージファイルをね、アンパックして、それを中身見たら、日本語に本翻訳できるじゃねえかと。いわゆるその、なんだろう、ワードプレスとかと同じその、同じその翻訳ファイルなわけよ、形式的に。で、それを、発見した人の話を僕も聞きましてですね、自分でその中国語ファイルをね、中国語の原稿ファイルをアンパックしまして、中身見てみました。あ、これこのまま置き換えれば英語を日本語に自分でできるんじゃないかと。いうことで、現在ね、700、800ワードかな?英語をね、一通り、ここ日本語になってほしかった。日本語にしたかったっていうところをね、まあ、最低限終わったところで、まあ、この度、まあ、自分だけで使っとく、自分だけで使うのももったいないから、その今まで日本語を返してなかったから、懸念してた人のためにも、その膨大な、その数百ワードの日本語が終わったファイルをね、日本語化ファイルをね、みんなにも、ダウンロードして、無料でね、ダウンロードして使っていただければと思って、この動画を撮影しております。でね、数日前にすぐにツイッターの方で先行でファイル公開しておりましてですね。で、まあ YouTube で検索する人が、まあ、多いんじゃないか。ツイッターって比較的もう使わなくなってる人が多くなっているから、まあ YouTube の方で翻訳ファイルをね、公開した方が多くの方に広まるんじゃないかなと思ったわけなんだよね。何話そうとしたっけ?いつものことだね。まあ、こんな方なんだね、僕という人間はね。まあ、ちょっとね、どんなところが日本語になってるのかっていうのをちょっとね、お見せしようかな。例えばね、このブラウザーがあるわけですよ。で、ブラウザーでもね、まあ、例えばこういうね、パターンだとかを、WAV ファイル、MP3 とかにね、レンダリングできるわけよね、こっからちゃちゃっとね。で、レンダリングされたファイル、どこに収納されるのかっていうとね、ここなんだよね。ここ。で、何かその外部入力、今こう、マイクリックっていうところを今反応してるけども、まあ、外部入力した音、どこに保存されるのかって言ったら、ここになるんだよね。まあ、ここもわかりやすく入稿化して、こう並ぶようになっておりまして、まあ、オプション設定もね、一通り見ますか?
まあ、こういうところもね、日本語で把握したかったっていうところはね、おおむね日本語にはなっているはずです。うん、あ、でね、あのダウンロード先、あれ説明したっけ、説明の概要欄、 YouTube の下のね、この動画のちょっと下のところの説明の概要欄にダウンロード先リンクが貼ってあるので、そこ飛んでいただけると、インストールというか、そのダウンロードしたファイル、ダウンロードしたファイルをどこに置けばいいのかっていうヒントのテキストファイルもそこに置いてあるから、わかんない人はそこ、そのテキスト読んでいただければ大体わかると思うので、ダウンロードは説明の概要欄からリンク飛んでいただいて、そのアップロードしてやる、あるそのサービスがドロップボックスになっておりましてですね。で、ドロップボックスってね、同じファイルにね、何度も何度も上書きもできるわけなんだよ。あ、口回ってないね。で、上書きするとね、その、同じアドレスで、その、ファイルもね、更新されていくわけなんだよ。なので、一回ダウンロードしたら終わりじゃなくてね、できればブックマークしておいていただいて、で、そのダウンロードページに、その更新された日時も書いてあるんで、で、ダウンロードした時に、その日時を覚えていただいて、まあ、1週間後、1ヶ月後とかにもう一回アクセスしていただけると、おそらくまた更新されていれば、あ、また日本語化されているワードが増えたんだな、また別なところも日本語になってんだなと、またその新しいファイルをダウンロードして、またその設置し、上書き設置していただければと思うんで、できればブックマーク、もしくはこの動画を、後で見るとかに、まあちょっとポチッとしておいていただいて、まあ、気が向いた時にまたそのファイルダウンロードしていただければ、まあ、少なくとも公式オフィシャルが日本語、正式で日本語対応するまでのバツナイとして、おそらく他の方も、日本語化ファイル、FL スタジオの日本語化ファイルを、まあ、公開している方がいるとは思うんですけども、多分僕が一番ワード数は多いと思うんですよ。なんせその中国語ファイルに載っていない、そのワードも僕は手動で追加しているんで、多分僕がトップクラスの日本語化ファイルを提供していると自負しております。で、まあ、ダウンロード先は説明の概要欄からと。で、こういうところもね、まあ今までね、英語だったところが日本語になってるんで、あ、そういうことかと。特にね、ここ注目。ここね、翻訳スペースがね、幅がね、狭かったからね、もう。こういう文法、こういう文章になっちゃってるけども、これ何かっていうと、FL スタジオってさ、undo、僕 Windows ユーザーなんで、Ctrl Z、Mac の場合はちょっとわかんないんだけども、あの、undo ってさ、Windows ってさ、Ctrl Z でさ、押すたんびに戻るって遡ることできるじゃない。でも FL スタジオって、その Ctrl と Z を押すたんびに、undo して redo、で、undo、redo、undo、redo ってね、繰り返しちゃうのよ。あ、とりあえず今ここでやればいいか。で、これ選択します。これ、ね、これ消します。あ、全部消しちゃった。こういう風にね。わかる？今、コントロール Z をこう押してるんだけども、undo、redo をね、繰り返しちゃうのよね。で、これをね、この設定をね、これ、OS 準拠、undo 方法、つまり、Windows の標準の undo 方法にしますっていうことを言いたかったんだよね、ここは。OS 基準の undo 方法をにしますっていうことにすると、こうすると、まあ、例えばね、これ、1個消しましょう。たらね、
戻します。あ、1,2,3,4 って消しましょうか。これをコントロール Z を押しますよ。ポン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 っていう風にね、あの Windows の時と同じように、でコントロール Alt Z で一つ前のその今までのそのリドゥアンドゥになるわけよ。ん？違ったっけ？わかんない、やばいや。ということでね、まあそういうところ、ここはねぜひね、あのリドゥアンドゥになるのが嫌だって嫌だって人はね、ここにチェック入れた方がいいね。うん、あとここでねおすすめなのは特にないかな。うん、あとこれもお好みかな、あのソロ解除時全部あの、あ、これ説明すると長くなる説明すると長くなるからめんどくさいよ。まあね、こう UI とかもね、もう細かく本当にね自分にとってで日本語になっていてほしいって思っ今まで思っていたところはね一通り日本語になってるんで、ぜひダウンロードしてあなたも日本語で FL スタジオをね、使ってみていただきたいと。で、あとなんか言いたいことあったかな、言い残すことはないかな、動画閉じていいかな、動画閉めていいかな、ちょっと待ってよ、なんかあったかな、なんかあったかな、今考える。ピアノロールとかも見せたっけ、でこのねツールとかにね、クオンタイツとかね、こう便利なチョップとかね、こうピーってこうね、ノートがあります。でこのノートはね、あーこれドゥルルルっていうね、そのまあこれと例えばこうバストラドとかシンバルとかだと仮定しようかって、まあこういうねこれツルってチョップってやるとね、これ何分割しますかって、これ簡単にできるわけよ。これでドゥルルルルっていうレンダーするのもこれ簡単にできるわけよね。っていうのもね、こう今までこうね日本語になってなかったらこう気づかなかった人も多かったと思うんだよね。今自分何を喋ってんのかだんだん分かんなくなってんだよね。まあ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 、まあ、ピアノロールも日本語になってます。ただここに表示されるねヒントパネルっていうのもね、その、スマートディレイこれ選択するとここにねどういう恩恵があるのかっていうのもね、こうヒントパネルを見るとね、あ、日本語でわかるじゃないっていうところもいろいろあるんで、ほんとね700ワード、ほんとね今800ワード近くまでいったかな、ほんと大変だったんだよ。これをね全部翻訳するのはね、まあ公式サイト、あれだね、オフィシャルがね日本語対応するまでのまあバツナギだからね、まあこれでいいかって感じなんだけどもね。あ、こんなもんかな、大丈夫かね。で特にそのスーパーチャットとか、スーパーチャットじゃないや、なんだっけ、あのアップロードされてる動画にもなんかスーパーなんかサンクスとかで投げ銭できるじゃない、投げ銭しなくていいからね、あの僕一人で苦労してみんなに楽してもらいたいの でとりあえずそのダウンロード先は概要欄にあります。でダウンロード先には更新日時が書いてあるんで、暇な時に見て更新されていないかチェックしてもらいたいっていうことと、ぐらいかな。でね、FL スタジオでね、ほんとね、効果音とかも作れるかね。よくアニメとかでね、なんかこう、物がぶつかる効果音だとか、金属が当たる効果音だとか、何かその、近未来的なね、その、
SAO みたいなね、こう空間に画面がね、ポンとね、UA が出てくるみたいなね、時の効果音だとかも、シンセサイザーを使うとね、結構できるから。この FL スタジオっていうのはね、その、効果音を作るボイスをね、加工して、出力するだとかっていうのにも、もうオールマイティに使える、万能な DAW ソフトなんで、ぜひ日本語にして使ってみていただきたいと。もう終わりが見えないので、この辺りで動画締めようかな。わーせせせいよー、ワンテンなんかね、これもね、これバスドロか、ボーカルトップとかもね、あ、まあ、いっか。ということで、この動画、ここで一旦終わろうと思います。またね、FL スタジオに関してはね、今後ね、もしかすると何かトピックみたいなものをね、今後このチャンネルで上げていくかどうかはまだ決めてない。もしかしたら、作曲方法だとか何か、新しい VST プラグインの紹介とかなんかやるかもしれないけども、まあわからんな。まあ、そのお気に入り登録はしなくてもいいので、もしね、この、まあとりあえずその、なんだろう、検索してこの動画に行き着いた方はね、とりあえずダウンロード先の URL だけブックマークしていただければいいので、今後ともよろしくお願いいたします。 FL スタジオをよろしくお願いいたします。非常に使い勝手がいいね、ダウンソフト無料で、トライアルの状態でもめっちゃ使い勝手がいいんで、できないことがほとんどないぐらい、大盤振る舞いなトライアルになっているんで、で買うにしてもね、いくつかそのエディションがあって、できればねシグネチャーエディションっていうのがいいです。でセールする時もあるんで、セールの時であれば1万5000円とかかなり値引きで買える時期もあるんで、おすすめです。でできればね FL スタジオを使ったらね、このね、これなんだっけ、ハーマーだっけ、ハーマーだったっけ、ハーマーか。うん、これもね、ぜひちょっと高いんだけどもね、このソフトウェアもね、スパイアとかセラムとかと匹敵するぐらいのね、つぶとい音とかも作れるんで、まあ、これもね、シグネチャーエディション買った後にお金に余裕があったら、これも1本買っておくとね、いいと思うんだよね。まあ、本当にこれね、EDM とかね、使ってる人で、これを使ってね、プリセットを作ってる人とか、実は多いんで、FL 使うならハーマーっていう感じかな。あ、もちろんね、セラムとか持ってる人は、そう、セラムとか、スパイアとかでね、いいと思うんですけどね。このあたりでいいかな。はい。ご視聴ありがとうございました。ぜひ、無料でダウンロードできるんで、日本語化ファイルをダウンロードして、ぜひ、導入してみてください。それじゃあ、またねー。あいー。